はい、そしたら本日搬入日です。一応車も無事運べて車検も通ってっていうんだけども、1回ね車検ねちょっとグダグダになってちょっと修正を加えてまた持ってきてなんとか通ることができました。こういうふうに今4番目に走るのかどうかちょっと今のところ分かってないんですが、まあ、パフォーマンスとかもいろいろあるのでもしよかったら見てください。実は車検の際に重量オーバーで引っかかってしまいました。で、まあ、例年のレースを見た感じ結構激しかったのでしっかり作りすぎてしまったのが原因の一つです。で、初日はエルドオートサービスさんにちょっと場所を借りて、まあ、フレームの肉抜きとかをして、まあ、重量車検通るようになんとか調整をしました。はい、そしたらレース当日です。当日は、またねちょっとアクシデントがあって、赤い枠を固定してた部分がちょっと折れてしまい、当日急遽ボルト止めをして、まあ、レースに臨むことになりました。なんかもう朝からねちょっとわちゃわちゃして結構忙しい感じでした。ちょっと小雨ぱらついてますけども、ついちゃいましたね。でもこの後僕らの皆さんの熱気でなんとか晴れさせていきましょう。いやーめっちゃ緊張してます。ああこっちですね。緊張してもう出走前、いやーもうバッチバチですね。とりあえず完走して目指すは優勝。ちょっと雨降ってますね。まあこのコンディションでも僕は走り切りますよ。はい、まあ、コースもちょっとレベル高いですけど気にしない。見ててください。グッドラックシノキ、グッドラックシノキ。最後の映像になるかもしれないけど。こちらがテスト走行の様子になります。僕たちが走る前に芸人のポリケンさんが先に走ってくれました。で、僕も前日にこのコース全体を見ることができたんですが、車検のアクシデントで見れてなかったんですよ。で、僕もこのゴリケンさんの走行でコース全体を初めて見ることになりました。もうすごい不安だったね。で、まあコースはこういう風ななんていうんだろう、タイヤのスラロームがあったりして、まあ、これ見た瞬間にいやうちの車ちょっと幅的にこれ通れないんじゃないのかなとすごいね不安に駆られました。はい、こちらがねサムライゲートといって下になんか竹みたいのがあってすごいまあガタガタするコースになっています。で、この先に見えるのがシーソーで、このシーソーこれは真ん中でちょっと一時停止をしないといけないというルールがあります。で、ここね止まれるかがちょっと心配で、この後もね加速していかないといけないんだけども、キッカーが2個続きます。で、まあ、これを見た時にキッカーはとりあえずね2個飛んどかないと面白くないなと僕はまあここでは思っていました。で、ちょっと映ってないんだけども、この後にちょっとバンクがあって、そのバンクもね、すごい急で、上から見たときに、あ、終わったなと思いました。これも逃げるんですか？ゴリケンさん。このクラッシュとかやばいでしょ。正直ね、こんなんビビるわ。で、カカカはまあ4走目だったのですが、まあ、それまでに走った各チーム次々にクラッシュしてしまって無事にゴールできたチームがありませんでした。チーム内ではノーブレーキで行けという指示がありました。まあ、理由としては、まあ、うちのタイヤ結構太めのタイヤを履いていて、他のチームはまあ細い、まあ、自転車の、ね、タイヤを使っていたので、まあ、スピードが出る仕様だったんですが、うちはもう1回止まったらもうアウトっていうのがあったので、まあ、ブレーキを踏まずに行くのを、まあ、ここで決めました。もう運転手の方もまたかみたいな顔してましたけども、続いてのチームは車の大臣カカカチームです。あら、あ、いいよ。車の大臣でカカカは自動車に関する情報を配信するメディアです。その中の人気コンテンツである YouTube の戦車動画をイメージした車両で、 YouTube の動画のフレームをモチーフにした枠の中で戦車シーンを再現しながら走り、車の楽しさをみんなと共有します。さあ、かなりユニークな出てきました。パフォーマンスいきますよ。パフォーマンススタート。はい、皆さんこんにちは。車の大臣カカカシロピーです。本日はレッドブルボックスカートレースにやってきました。今回走行するにあたっての意気込みは、観客皆さんを沸かせられるような走り、そして審査員席に高梨沙織ちゃんがいるということなので、沙織ちゃんが惚れるような走りを見せたいと思います。応援よろしくお願いします。皆様、スタート位置へお進みください。はい、さあ、審査員の皆様は審査の準備の方をお願いいたします。さあ、行きますよ。それではちょっとこの時点で車がボロボロですけど大丈夫ですか？しっかりと走り切れるんでしょうか？はい、さあ、行きましょう。はい、それではジャッジください。いいですか？はい、レッツジャッジ。車の大地でカカカの皆さん、チャレンジスタート。ちょっと斜めだから。びっくりしてます。で、ちゃんとゴールも超えて。そうですね、なんとかもう車も壊れるそうになったんですが、なんとか走り抜けました。いや、見事すごいスピードで行かれた。すごいですね。ということで、チームカカカさんでした。ありがとうございました。さあ、タイムが今ちょっと集計中ですね。それでは次のチーム紹介していきましょう。はい、一応無事レースの方が終わりました。で、まあ、4番手で走ったんだけども、そうだね、結構早かった、びっくりしました、途中でね、もう横転するのかと思ったんだけども、無事、完走することができました。で、順位の方はまだこれからちょっと表彰式とかいろいろあって、まだ分かってはいないんだけども、とりあえずやりきりました、皆さん、ありがとうございます。It is within each other to forgive and make amends. If I had known then, or what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the long road, thought I'd be better on my own. Sometimes what's right is wrong instead. 'Cause I was too young, and I didn't understand.ベストフラッシュ賞はロキ・オブ・ナチュラルチームの皆さんです。はい、ベストフラッシュ賞を受賞したチームには目録が贈られます。はい、お疲れ様です。無事終わりました。でも撤収作業とかしてて、もう会場はもうね、こういった感じなんですが、結果は57組中かな、57組中17位でね、そうだね、頑張った感はあるんだけども、ちょっと悔しいのも半分って感じです。なので次あるのが2年後、もしねリベンジできるんだったらしたいなと思います。応援してくれた皆さん、本当にありがとうございます。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、このレッドブルボックスカートレースは一応6月19日にその出走権当選しましたっていうメールをいただいて約4ヶ月、必死にちょっと動画も撮りながら、この車両っていうのを作ってきて、結果的には57組ぐらいいたのかな、中17位とちょっとね悔しい結果になってしまったんですが、個人的にはねすごいいい思い出になりました。すごいね大変だったし、すごい時間も使ったし、でも最後の最後まで、ちょっと追い込まれながらなんとか出走と。で17位だったんだけども、完走できて、なんだろうな、すごいこの4ヶ月間って濃かった。だから僕もこの動画、その見直した時に、本当リアルに、うるっときちゃうところがある。何回見てもねちょっと泣けちゃうんだよね。それぐらい、頑張ってきたし、この年になってねみんなでいろいろ協力してやるっていうことはそうそうできないので、すごいいい経験になったと思います。でこのレッドブルボックスカートレース自体は、次2年後、日本では2年おきに開催されているので、次出れるとしたら2年後、この悔しい気持ちをバネに2年後もし機会があったらチャレンジしたいなと思います。はい、とりあえずこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思ったらぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。